こんにちは、内科皮膚科医の友利アナです。今日はですね、皆さんに絶対に食べてもらいたい美肌食材5つをお話ししようと思います。もちろんね、スキンケアでケアするのも大事なんですけども、私たちのお肌は食事でできてます。ですからしっかりと美肌になるための食事を取ることで、食材を取り入れることで内側からも美肌になっていこうよっていうことなんですね。今回はしっかりと毎日できれば取っていただきたい、そして我が家には必ず冷蔵庫に入っていると言っても過言ではない美肌食材を5つご紹介します。では早速、まず1つ目はトマトになります。でも皆さんね、当たり前だよと思ってるかもしれないんですが、トマトっていうのはリコピンっていうのが入ってますよね。でリコピンっていうのはコラーゲンの分解をまあ抑えてくれる、で日焼けのダメージを回復してくれるっていうものになるので、しっかり積極的に取っていきたいんですが、じゃあリコピンが入ってるトマトジュースとかでいいんじゃないって思うかもしれないんですが、ここはもうトマト丸ごと食べていただきたいんですよ。でそれはやっぱりトマト丸ごとには皮もありますから食物繊維も入っている。であとはビタミン ACE っていうものもジュースにしてしまうとですね、加熱してなくなってしまうことも多いですが、それもちゃんと残っているっていうことになりますので、できればトマトはジュースもいいんですけれども、シワ対策だったりとか日焼け対策、シミ対策っていうためには丸ごと毎日食べていただきたい食材になります。続いての食材がブロッコリーになります。ブロッコリーっていうとなんとなくね、筋トレしてる人が鶏肉と一緒に食べてるイメージあると思うんですが、それはね理にかなっていて、実はブロッコリーっていうのは野菜の中では一番タンパク質が多いんじゃないかというふうなぐらいタンパク質が入ってるんですね。でどれぐらい入ってるかっていうと、 100g 中 4.3g も入っているんです。だからもちろん筋トレをしている人は食べた方がいいんですけれども、美肌のため、そう肌もですね、タンパク質でできています。ですからタンパク質を補給したプラスブロッコリーにはですね、ビタミン K だったりとか、あとは食物繊維、鉄分っていうものも入っていて、肌の構成成分であるタンパク質以外にも血流をアップさせるようなものだったりとか、あとはフィトケミカルっていうものも入っていますので、そういう意味では美肌には欠かせない食材かなと思って、我が家はもうブロッコリー茹でてあるものが冷蔵庫に必ず入っているので、あ、なんか緑足りないと思ったらそこに付け加えたりとか、だからプチトマトとブロッコリーっていうのは必ず副菜として出している、まあ簡単ですしね、というお助け食品でもあります。ブロッコリーにはスルフォラファンといってですね、 AGE、 これは糖化最終物質っていうんですけれども、私たちのまあ体の中で過剰な糖分ができた時にそれがタンパク質とくっついて焦げ付きの原因になってしまうというものがあるんですね。それができてしまうのはこの AGE が増えてしまうということになっているんですが、この AGE が増えてしまうと肌っていうのは日くすみ、要はちょっとくすみがちになるんですよ。でそれを低下させてくれるっていうのがこのスルフォラファンなんですね。だから肌に透明感を出したいという方はぜひブロッコリー食べていただきたいんですよ。続いての食材がケールになります。ケールっていうと青汁っていうイメージなんですが、青汁もいいんですが、実はケールは葉っぱ丸ごと生で食べていただきたいものになります。というのも、もうめちゃくちゃ食物繊維多いじゃないですか。だからジュースにしちゃうとね、この食物繊維がなくなっちゃうっていうのと、あとは赤血球を作る時の補酵素として必要な葉酸というものもいっぱい入っているんですね。で葉酸だけじゃなくて鉄分もカリウムも入っていますので、女性は毎月、まあ、生理があってその時に出血をしますから、こう貧血に傾きやすい。で貧血になってしまうと末梢に血液を送れなくなるので、まあ、要は血液っていうのは私たちの天然の美容液なわけですよ。血液に乗って栄養素だったりとか酸素が運ばれていくので、そこで肌の代謝だったりっていうのが促されてきますから、しっかりと貧血を改善するということは美肌にはもう必ず必要なことになるんですね。なので貧血予防にはケールっていうのはおすすめの食材になります。でもちろん食物繊維もいっぱい入ってますから、食物繊維が入ることによってですね、腸内環境が改善されます。で腸内環境が改善されるとですね、お肌の水分量がアップするっていうことが分かっていますので、そういった意味ではケールはかなり美肌にはおすすめの食材になります。次が鮭になります。そう、鮭、サーモンですね。でお魚全般はもちろんお肌にはいいんですけれども、鮭にはですね、アスタキサンチンっていうものが入ってますよね。このアスタキサンチンっていうのはどういったものかっていうと、抗酸化作用がとても強いので、紫外線が当たってしまった時に、まあ、シミができてしまうということを抑えてくれる物質でもあります。なので要はシミ対策になるということですね。あとは抗炎症作用がありますから、紫外線が当たった時にコラーゲンとかエラスチンが切れてしまうということを、まあ、抑えてくれるんですよ。なので皮膚の弾力にこう
ダメージを与えるようなものを改善してくれるので、まあ、たるみ予防にもいいというふうに言われています。でちなみにですね、鮭ってもともと白身魚だって知ってました？そう、あの人ね、白身魚の分類に入るんですよ。で白身魚なんですけれども、まあ、甲殻類とかのプランクトンとかを食べることによってジメチルアミノエタノールっていうものが体内にできて、あの赤みができてるらしいんですけれどもね。で、まあ、それは置いといて、で実はまあ白身魚なんですけれども DHA、EPA が青魚ほどではないですけど入っていて、この EPA、DHA っていうのは血液をサラサラにしてくれたり、先ほどのあのアスタキサンチンと同じように抗炎症作用がありますので、そういった意味でもお肌にはとても必要な食べ物になるので、皆さんぜひ取ってみてください。最後がブルーベリーになります。ブルーベリーっていうと、もうビタミン、ミネラルしっかり入っているだけではなくて、この一粒にですね、食物繊維も入ってますよね。そして何といってもポリフェノールですよ。でこのポリフェノールっていうのは肌のくすみを改善したり、肌の弾力を軽減させてくれるっていうことも言われています。あとはコーヒーほどではないんですが、クロロゲン酸っていうことも入っているんですね。でクロロゲン酸っていうのは実は血流をアップするっていうことも分かっていますので、毎日このブルーベリーを食べるっていうことは美肌にはとても欠かせないことなんですよ。でそれも嬉しいことに、ブルーベリーっていうのは冷凍した方が効果が高まるっていうふうに言われているので、我が家では必ず冷凍庫には冷凍ブルーベリーが入っていて、ヨーグルトにかけたりとか、あとは蜂蜜をちょっとかけて食べたりということをしているので、お子さんのおやつ、変なアイスクリームとかをあげる、シャーベットとかあげるよりも、その天然の甘みにプラスちょっと蜂蜜をかけて食べさせてあげる方が、蜂蜜は腸内環境にもいいし、ブルーベリーの食物繊維で腸内環境も良くなりながら、日差しが当たった時にも抗酸化作用ができるようなっていう成分もいっぱい入ってますので、もうお子さんのおやつ、そして美肌になりたいっていうお母さんのためにはぴったりな食材かなと思います。まとめると、美肌食材はトマト、ブロッコリー、ケール、鮭、そしてブルーベリーになります。なので我が家はですね、まあ、トマト、ブロッコリーは先ほど言ったように毎回副菜として出る感じで、ケールはですね、まあ、細かく切ってあのサラダに私が毎日食べていて、実は私ね、ウーバーイーツで頼めるケールの王様っていうところ のサラダにめちゃハマりしてまして、私ね、多分そこの方からこいつ毎日頼んでるなって思われるぐらいケールのサラダを頼んでるんですね。なのでそれが家で作れないかなと思って、ケールを細かく切って、リンゴと、あとはあのブルーチーズとかを入れて、まあ、ちょっと特製のドレッシングをかけるようにして食べています。なのでサラダにすると意外とケールって食べられるので、ケールはサラダにして、青汁とかいうよりもね、できればあの生で召し上がってください。そしてサーモンも、うちは毎週、まあ、週に1回はサーモンの日っていうのを決めていたり、あとはあのスモークサーモンを買っておいてそれを食べるようにしているので、まあ、そこも、まあ、絶対週に1回食べるとか決めてあると、ね、ルーティンとして食べやすいので、そこも入れといていただけるといいかなと思いますし、先ほど言ったブルーベリーは冷凍でね、入れておけばいつも何かの時にパラパラっとかけれますので、ブルーベリーはぜひぜひ冷凍庫に必ず入れるようにしておいてください。いかがでしたか？スキンケアも大事ですけれども、やっぱり食べ物なんですよ。体をね、食べ物できてますから。だから同じ食べるんだったら、美肌になるものを選んで食べていただけるといいかなと思いますし、私も毎日それを食べているので、よかったら参考にしてみてください。このチャンネルでは、このように美容や健康について皆さんに分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。